パカーン、アンです。今日は買ってから初めて使うコスメだけを使ってメイクをしてみました。これはレフ版です。あった方が盛りでしょ。さっきそれ見つけちゃってレフ版してます。自撮りするときに下から光当ててこうやって写真撮るみたいなことは今までしたことあったんだけど、レフ版っていう発想がなかった。レフ版です、今の時代レフ版です。やったことない感じのメイクがすごい詰め合わさってる感じで、個人的にすっごい今回のメイク満足しているので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。あと髪型なんですけど、これ、ね、触覚をいつものここから出すんじゃなくて、これ、ね、ここからもう遅れ毛の場所からこうふわってこう出すことで横幅を広げて、で前髪をこうパッツみたいな感じかと思いきや、ちょっとねこう横に無造作な感じに前髪短めでちょっと上重心に仕上げてみました。全然違くない？やばくない？ MacBook でレフ版、みんなもやってみてください。それではレッツフェイスメイクは新しいのそんななかったので、いつも通りでやりました。ではここからです。まず眉毛、じゃん、こちらキャンメイクミックスアイブロウ03番、これね今日買ったんですよ。こんな感じ。最近私シュウエムラの眉毛めっちゃ使ってるんですけど、あれはシュウエムラさんからいただいたやつで、なんか眉毛をあんまり自分で買ったことがなくてね、なんだけど持ってるプチプラの眉毛が全部なんかカラーものだったの。コーラルピンクだったりバーガンディだったり、こういうシンプルなね、ただのブラウンっていうのを買いたい、一個プチプラで欲しいなって思ってこれを買いました。今日塗っていきますね。コスメ断捨離動画撮ったじゃん、その時にね、うわプチプラの眉毛本当に持ってないじゃんって思って、必要だなって思って買った。めっちゃ色いいかも。ちょっとこう手に塗ってみた時にグレーっぽいの買いすぎたかなって、もうちょっと明るい茶色っぽい方が私の髪色に合ってたかなっていう風に思ったんだけど、塗ってみると意外とこう分かるかな、私の髪色そのものみたいな感じ。今この上2つを混ぜて塗ってるんだけど、私シェーディングもグレーっぽいのを使ってるんだけど、私の肌色に合ってるのかもしれない。ブルベはのせる色の青み成分だけを吸収したような色が肌の上で発色しちゃうっていう、そういう現象があるらしくてね、最近それ知ったんだけど、私これだって思ったの。顔にのせた瞬間に青みだけが飛んじゃうみたいなね。だから黄み系とか使うと本当にくすんじゃってたし、ブラウンで似合うものがね本当に少なかったの、黄色っぽく発色しちゃうから。だからこのちょっとグレーっぽすぎたかなみたいな、だってこう見たらさめっちゃ黒くないって思うじゃん。これめっちゃいいかも。すっごいいい色じゃない？塗った方は塗ってない方。ちなみにブラシは&Bです。で、全然関係ない話なんだけど、シピシピのさ、涙袋用のアイシャドウブラシあるじゃん。あれずーっと欲しいのに、ずーっと品切れなの、どこ行っても。なんで売ってないの？もうちょい先。反対も描きますね。だいぶ眉毛上達したくない？自分で言うけど、ちょっと頑張ったんですよね。今はもう一生懸命眉毛描いてる感じだから、眉毛で遊べるようになっていきたい。それが最終目標です。やれるようになっていきたい。めっちゃ良くない？ナチュラル。え、入学式これでいこうかな。今回の動画はこうメイクをねやるだけだから、持ちとかまで検証できないんだけど、なんかこっちシュッて描けないな。眉毛ってなかなか前髪とかで隠れちゃうしさ、プチプラで済むならプチプラで済ませたいじゃん。これめっちゃいいよ、ブルベさん。もう眉毛慎重すぎてめっちゃ時間かかる。もう怖いんだよね、眉毛で失敗すんの。もうやだ。あ、いけてる？もういいかな。じゃ今日はちょっとこういうね、柔らかい感じでいきます。そうしましたら次、アイシャドウです。まずちょっと普通にアイシャドウベースを塗ります。キャンメイクラスティングマルチアイベース WP の02番。これをもう全体、上も下も全体に塗ります。あ、待って、眉マスカラ忘れてた。すいません、眉マスカラ忘れてたんですけど、眉マスカラは新しいの買ってないので、いつものインテグレートニュアンスアイブロウマスカラ EX の BR380番です。じゃあ、すいません、地肌にめっちゃついた。こういう感じ。これが結構黄みっぽいので、さっきのグレーともいい感じに中和してくれる感じがしますね。いいかも、ふわっとした。たらん、アイベース塗りました。新しい試み、でん、リリミューインザミラーアイパレット03番ウィンターグレー。見てください。ダーン！グレー！茶色？ブラウン？
私さ、ブラウン本当に避けてたのね。似合わないと思ってて。だけど、これさっき買ったんだけどさ、この色を見た時に、うわ、これなら私いけるかもって思ったの。初めて。こんな感じです。めっちゃ可愛くない？ブラウン？グレー？こんなに可愛さ感じたことないと思って。ベースカラーみたいなのは、しっかり白くツヤツヤしている感じ。キラキラは透け感のあるキラキラっていう感じで、種類の違うブラウン、この組み合わせがめっちゃ可愛いなと思って、やっていきますね。左目からいきます。まずこの色アイシャドウベース塗って一番直後に塗るやつが一番密着力高くなるので、メインとなる色を一番最初に入れちゃいます。もう黒目の上に置いて、あ、可愛い。やっぱ天才この色味。で、ま、違う、アイシャドウブラシも買ったの。 B アイドルのアイシャドウブラシ買いました。アイシャドウブラシ使おうと思ってね、そろそろこれで塗る。ちょっと初心者すぎる、待って、下手すぎる。ちょっと指でやるわ。ブラシは練習しておきますね。かわいい、このグレー、わかる？ブラウン？グレー？塗ってない、塗った、可愛くない？自然に奥行き出てるよね。出たよね。下まぶたにも塗ってみるね。これ下まぶたもいけると思うんだ、この茶色なら。普通茶色を下まぶたにがっつり入れたらさ、クマみたいになると思うんだけど、ちょっと目尻中心に入れるね。あ、ほら、めっちゃ可愛くない？この色、目頭にも入れちゃおう。あ、いけるいける、目頭に入れる。わー、かわいい、この色。ちょっと血色感のあったこの色塗ってみますね。さっきよりも狭い範囲に。あ、うん、かわいい。ちょっとココアみたいになった。塗ってない、塗った、かわいい。待って、うわー、いけるいける。&B のアイブロウブラシで、このココアみたいな色を、目尻切開ライン描いていきます。うん。で、涙袋の影も描く。ちょっと濃いかも、それは。あ、でも、普段と雰囲気変わるな、だいぶ。え、いいくない？いいくない？反対もやりますね。同じように骨をこう触るようにこうやって指で塗ると綺麗にじわって、めっちゃうまく塗れた。左よりも上達したくない？涙袋こう持ち上げるように塗ると、おー、いいくない？少し血色感のあるココアっぽい茶色を乗せまして、これはな、ちょっとあれかもな。うん、涙袋の影描くとちょっと暗くなっちゃうので、これはアイブロウでやった方がいいかもしれん。ちょっとこの明るい色もこう、これもまた骨格なぞるように入れて、上からこうぼかしていく感じで。あ、さっきよりも馴染んで明るくなったかも。塗った、塗ってない、ちょっと明るい。付属のチップで、ここをですね、あ、涙袋爆誕、良き。やっぱ下に茶色を入れてるので、こうハイライトカラー入れるとそれがより目立ちますね。あ、いいじゃん。今日の目まだパレット1個しか使ってないからね、すごくない？私いつもめっちゃ使ってるけど、いろんな種類。ちょっともうちょいこっち側横延長する。涙袋延長するときは幅を欲張らない方がぷっくり見えます。よいしょ。うん、すごくない？この立体感かわいくない？この最後キラキラをのせようと思う。このね、チップがさ、こうさ、雫型っていうの、これがすごい使いやすいかも。ピンポイントで使いやすい。キラキラを取って、この黒目の下ですね、この辺、涙袋の上の方に。
あ、ちょっとぷっくりしたのわかる？塗った。塗ってない。うえぇ。うんうんうん。このさりげないキラキラが可愛いわ。リリーミューのさ、あのグリッターの03番。Teach Me って色。あれすっごい可愛くて欲しいなと思ってんだけど、なんか売り切れてんだよね、ずっと。可愛い。新たな自分を見つけてしまった感あるかも。で、上まぶたは指でキラキラ乗せます。こう黒目の上にこうさささっと。あ、かわいい。なんか大人だね。キラキラ。ではマスカラです。新入りのマスカラいっぱいあって、これ4個で悩んでんだけど、ラブライナーのディープブラック、ボンジョンヨの最近出たディープネイビー。ディープネイビー気になるけどな。あ、ネイビー合いそうだな。このユーピンクのブラック、ブレストムーンのブラック。いや、ネイビー使いたい。ネイビー使おう。ボンジョンヨのネイビー。しかもさ、この101ディープネイビーって言って、最近このディープシリーズが出たのよ。本当はね、これブラック買おうとして間違えてネイビー買っちゃったんですよ。バカでしょ。なんだけど、ネイビーってほぼ使ったことないからマスカラで。ちょっと楽しみ。ビューラーします。いつも私絶対に目尻側のまつげを上げないんだけど、今日はメイクの雰囲気的にもちょっと目尻側も、ほんのちょっとだけ、毛先だけね、上げていきます。下まつげもやります。ネイビーこんな感じ。おお、ネイビーだ。合うかな。いきますね。ん、ネイビー、おしゃれなネイビーよ。マジいいわネイビー。ボンジョンヨだわー。ボンジョンヨ先生ありがとう。かわいいです。あ、ボンジョンヨのマスカラ束感作りやす。はい、マスカラはこんな感じです。わかる？これ、アイシャドウをシンプルにグレージュっぽい色にしたからこそ、あえてのこのネイビーが際立つというか、このさりげなさ、かわいい。超漏れてる今日。漏れ。アイラインもブラックにしちゃいます。ブレストムーンブラックホールラスティングウォータープルーフアイライナーブラック。本当はネイビーのアイライン使いたかったんだけど、ないです。顔をネイビー塗ります。引いた方を引いてない方。うん、全然違うね。ブラックですっごく細く入れてみました、いつもよりも。今回目尻側のまつげを上げてる分、ここの濃さがないので、そこを補ってあげる感じでまつげっぽく細く描いてみました。はい、反対も描きます。よき。そうしましたら次にノーズシャドウですね。ノーズシャドウはさっきのアイブロウでやろうと思ってたの。これの真ん中の色とかいい感じに混ぜてやっていきます。ブラシはいつものでやる。お、いい色では？うん、いい。下の2色混ぜてます。うん、ぼかしやすくてすごくいいかも、ノーズシャドウにも。え、めっちゃ良くない？このアイシャドウとも相性良い。ちょっと黄みは感じる感じはするかな。やっぱ相性だよね。ノーズシャドウも最近はカラーノーズシャドウとかもね、少しずつ流行ってるらしくて、アイシャドウとの相性とかも大事だと思うんで、今日の眉毛とアイシャドウとこのノーズシャドウに使ってる相性良いかも。チンチンも入れますね。良い。はい、なんか鼻の横赤いな今日。いいんじゃないでしょうか。うん、ノーズシャドウもいいね、これ。ハイライトは、このブリンブリンハイライト使おうと思ってたんですよ。シピシピの。なんだけど、これね、キランキランで超可愛いの。今日はちょっとこう、スタイリッシュに仕上げたいから、やっぱりキラキラやめまして、リリミューのここの色使います。これね、すっごい綺麗な馴染み色だから、ハイライトにも絶対いいはず。いきます。あ、ブラシはいつもの。これ今塗った瞬間にカメラ切れちゃったんですけど、やばい！めっちゃ自然に、こ
こうノーズがね、ちょっと見てて、ほら、よくない？これハイライトとしてもめっちゃいい。え、このパレット素晴らしい。チップでこの目頭のこのメガネの線みたいなとこ、このさ、ここあるじゃん、ここのなんかくぼみみたいな、ここに入れて指でぼかす。超いい。わかる？このここのさりげなツヤ。あとはこう大きいブラシで取って、こうクマのところクマ消しもしちゃう。かわいい。顎も、あとおでこも真ん中やっとこう。綺麗なツヤ。おーい、はい、へい、ほい。そうしたら、チーク塗ろうかな。チークちょっとこの茶色で入れていい？この茶色、これ。茶色2個混ぜようかな。あ、よくない？わかる？どうなんこれは。いや、ブラシ。うわこれダメだ、これダメ。ちょっと調子に乗ってるね。黒い黒い、顔黒くなった。チークは無理だわ。そりゃそう、影色だもんね。でもね、あの実物見る分にはね、悪くないんだよ。なんかカメラで見るとダメ。ちょっと一回これで進めてみよっか。一回ちょっと、んー、じゃあ改めてチークを入れようかな。チーク新しいのなくて、新しいチークがね、これなんですよ。ネイビー使ってるし、ちょっと紫入れてみます。ちょっとごめんなさい、アディクションデパコスなんですけど、誕生日プレゼントでもらったやつ。ちょっとだけ足す、さっきのグレーに。あ、え、良くなったくない？めっちゃ。すっごいくすみパープルみたいになって、すごい可愛くなったよね。顎を鼻先にほんのちょっとだけ、この眉毛の下外側。ダメだ、ちょっと新発見丸3ぐらい。クールなメイクした時はダメだ、このチークの入れ方しちゃ。なんか変なになった、ちぐはぐになった。鼻顎眉上は可愛いチークの入れ方だ。学び。このハイライトブラシでハイライト入れ直します。鼻先と、あと眉下ハイライトにしよう。あ、うん、よくなった、よくなった。眉下はチークよりもハイライトを入れるべきですね、こういうクールメイクの時は。ハイライトでバランスを取ります。チークじゃなくて、口の上もチークじゃなくてハイライト入れる。チークレスでよかったかな、このメイク。これハイライト、うん、チークレスでよかったな、このメイク。もったいないな。パウダー上から塗ってチークをできるだけ潰す。あ、良くなった。チークないのが一番ですね。ちょっとハイライトだけ戻します。よっ。そしたらリップですね。リップさ、使いたいのいっぱいあるの。フーミーのヌメリップパッションブラウン、これをね、合わせるともう何でも可愛くなっちゃうから。これ、可愛くない？本当はこれのレディッシュブラウンかな？っていうような感じの名前の色を使いたかった。塗ります。だけど売り切れてたんだよね。でもこの色が可愛くってさ。うん！合う！しかもこれ何がいいって、細いミニサイズなのめっちゃ。このシピシピとかと比べて見て。細いの。だから持ち運びに良すぎて。だけどこれ少量で済むから全然量が少ないっていうこともなくて、もうほんのちょっとの量ですごい保湿感もあるし、こう色もねきちんとついてくれるから、いっぱい塗る必要がないから落ちもしづらいっていうか、多分これティント効果とかはないやつなんだけど、自然に色持ちがいいというか、それがすごい好きですね。これ一色でも可愛いだけど、もうちょい濃くしていきたいな。めっちゃ悩むな、何使うか。でもこういう系の色味じゃない？この、これ。リカフロッシュのフルーティントブーケ
01番ピンクサザンカ塗りますね。あ、来た。こういうヌーディーなベージュめっちゃ合うくない？目のキラキラだけ足さして。ニューアイスウルミリキッドライナー102クリアスイートピー。これマジで可愛いんだけど、リキッドっていうかなんていうの、こう筆タイプのこうキラキラなの、可愛くない？こうやってポンってスタンプみたいに使ったりとか、こうピッて引いてもいいんだけど、目の下に入れる。この目尻切開ラインに絶対かぶんないように、こう黒目の下にこう少し斜め下に向けて入れる。あ、かわいい。これはちょっとね、すごい細めに目頭寄りの目の真ん中に入れるのが好き。これも新作なんですけど、今日ロフト行ったらもう売り切れてました。私は発売日にロフト行ってゲットした。ロフト先行発売して。あ、かわいい。かわいいけどやっぱちょっと待って、今日のメイクには若干合わないかな。色味がちょっと白いなって気がしたので、リリミューで蓋をします。あ、よくなった、馴染んだ。オッケー。なんかリップの色変わってきた気がする。あ、さっきの今ティッシュオフしたらめっちゃいい感じじゃない？はい、これでメイク完成でーす。では髪の毛をやっていきたいと思います。はい、完成しました。これはパソコンなんですけど、ちょっと見てほしいの。やばくない？これレフ板の力。これね、 MacBook でこうやって下にやるとレフ板の力。うわ、これでエンディング撮っていきますね。でね、あのリップ変えました。あの髪の毛セットしたらリップさっきのじゃ物足りなくなって、こちら、これもね新しいやつなんだけど、アイディンプルティントマイスターリップ03番の美肌ブラウン。これマジでいいんです。これ鈴木愛理さんプロデュース、めっちゃ可愛くない？色、あの今回のメイクでは上重心、顔を少し上重心にしたかったの、大人っぽく。だからこうね、上唇にこうめっちゃ塗って、輪郭こう整えてね、この部分は少しはみ出す感じで塗って、控えめなままみたいな、で下唇の内側にも移すみたいな、下唇薄め上唇濃いめでリップを塗ってみました。めっちゃ良くない？てかこれシェーディング入れた方が漏れそう。おー、私将来テレビ出るときは絶対レフ板持ち込む。はい、ということで今回は新入りのコスメたちでメイクをしてみました。私、新しいコスメを買ってもどれかのメイクの一つだけ新しいコスメに変えてみるとか、メイク方法も新しいコスメも一気に全部変えるっていうことは普段のメイクであんまりしないので、今回全部新しいコスメ使ってみて、いつもあんまりしないメイクの方法全部やってみたら、いつもと雰囲気全然違くなって、こんなアイシャドウの色とかはね普段使わないんで、なんか意外といけんじゃんってなって、すっごい今テンション上がってます。こういうブラウンとかもモデルをやらせてもらうみたいな時にメイクさんが塗ってくださったりしたことあったんですけど、だいたいそういう雑誌のメイクとかって上まぶたにこういう茶色をめっちゃ使って、下まぶたほぼ何も塗んないみたいなことが多くて、奥二重がより強調される感じがして私は嫌だったんだけど、この奥二重をうまく活かしながらメイクする方法っていうのを今回学べたなって思って、新しい自分を見つけられた気分ですごく幸せ。あ、これすっごい漏れる。ブラウン苦手な子、これ試してみてほしいかも。テスターでもいいから、このブラウンだったらいけるかもみたいな感覚になるかも。あと普段キャンメイクのシェーディング04番使ってる子は絶対これいいと思う。あとリップね、このリップがマジで可愛いの。これもう、これさっき初めてつけた時感動したもん。なんかありそうでない感じの色、しかもスティックだから簡単に塗れるし、繰り出し式で繰り出したまんまじゃなくてちゃんと戻るタイプなんで、それもすごい私的に好きだし、保湿力の感じとか色持ちの感じとかもすごいちょうどよくてすっごい好き。それでは以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタグラム、TikTok、Twitter の方もフォローお願いします。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。